ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。アンダー23インターナショナルカップ、グループ C 予選リーグ第3節をお送りいたします。本日の対戦カードは日本対タイ。青いユニフォームをまとった選手たちが入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは日本、柳沢、福田、高原、中村、中田、稲本、市川、中田、松田、中澤、曽ヶ畑。続いてはい、サインゴ、ムジンノマス、スイヤシン、ジアンニ、ウォルベッタ、タジヤッタ、プットン、ポーロン、ハタ、トンソ、スクラムキング。試合開始の笛です。画面に向かって左から右へ攻めるのが日本、反対に右から左へ攻めるのがタイ。中澤走り込んできた。あっと、オフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。ジアンニ、左へサイドチェンジ。福田、インテリジェンスが行われます。サインハ、ポーロン、おっと、足がかかった。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。出た、守り切った。ペネトレイト、キャッチされた。高原、つながればチャンス。センタリング、中村、ドリブル、ポーロン、プットン、見たか、ゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。スクラムキング、さあここからどう攻める。中へ上げた。
稲本、いいパスが出た。サインハシュート、折り返す。ハイボールを競り合う俊介。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0、日本1点のビハインドです。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、守備だけではなくカウンターもどんどん狙っていってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。さあ後半戦キックオフです。トンソン、ミドルシュート、これはゴールキック。カットできるのか。スクラムキック、ポール中へ放り込む、放り込んできた。オフサイドトラップにかかった。これはチャンスだ。出た。さあどちらのボールになるのか。松田、オフサイドはない。中へ上げる。マッカハラ、スローインです。中田、すでに試合時間は85分が経過しています。一発、この時間帯で追いつきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。おっと、試合終了のホイッスル、時間切れ、引き分けです。日本最後まで見応えのある試合でしたが引き分けに終わりました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。
実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。